おはようございます。ポケモンスリープを開始して235日目の朝でございます。時刻は8時45分です。昨日ですねちょっと眠れなくて、まあ、理由としてはまあいろいろあるんですけど、まあですねこの3月15日の午前2時からですねスチームというゲームのスプリングセールが始まりまして、で僕今スチームのゲームをしてるんですけど、メタクエストという VR のゲームを結構やってて、でね VR のゲームを買いたいなーってすごく思って、でセール待ってたんでちょっとねワクワクが止まらずに、眠れないプラス夜中に1回起きたらそこからセールどんなのあるかなっていう見ちゃったっていう経緯があります。だから睡眠時間はかなり短いと思います。あそれでも結構寝てるな。あまあそうですね、5時いつも5時15分に起きたけど起きた時間が遅いからその分ってことです。でただ睡眠のリズムはめちゃめちゃ悪い。ここら辺のところ、この2時から3時とか、この3時で起きてる大きい音ありますね。これはもう、スチームのサマーセール、スプリングセール。ちなみに今日が3月15日なんですよ。まあ、税理士事務所しかり、会計事務所は、てんやわんやなんじゃないかなと思ってて。今年から、今回の申告から、インボイス制度がスタートして、よっぽど知識があるとか、よっぽどある程度分かってる人じゃないと、自分で申告するって結構難しいと思うんですよ。だから、会計事務所だったりとか、いろんなところに出して、まあ、申告書だけ出して、消費税申告書だけ別で作ってもらって、するっていうのも可能っちゃ可能な気はするんですけどね。まあ大変ですよ。もう僕も経験しましたけど、もう二度と経験したくないですね。どんどん大変になっていってます。ちなみにですね、経理の仕事だったりとか、そういう申告関係、税金の関係をしたいなって思ってる方はですね、結構会計事務所とか税理士事務所って、おすすめですよ。ある程度勉強してから入ってもらえればいいんですけど、まあただ、心の不調、結構税理士業界とか会計事務所業界って、まあ、僕は違う理由でうつ病になりましたけど、まあ、適応障害うつ病になって辞める人って結構多いんですよ。その社長とか相手とかに結構理不尽なことを追い詰められるんですよね。でもう一個言うと、やっぱ会社の経営してる人ってちょっと変わってる人が多いイメージがあるんですよ。まあ、だからこそ会社がうまくいってるとも言えますからね。普通の一般的なサラリーマンの考えだと結局共倒れになると思うんですよ。サラリーマンの例えば従業員を守るために会社の利益を優先しないっていうような考えだと結局他のところに取られて会社の存続が難しくなるっていう風になるんですよね。じゃあそこを正直自分の利益を確保して従業員の利益を取らないとか、あとはもう自分がまあ仕事を従業員に押し付けてゴルフをするとか夜飲み会するとかで、それでまあ景品に落としてとか、そういういい車買ってとか、そういう風になった時に従業員に不信感があると思うんですけど、でも今そういうことしていかないと、まあその営業とかで引っ張ってこれたりできないんで、ゴルフが仕事だぜっていう風になりますけど、ゴルフは確かにこういい営業ではなりますからね。しかも経営になるという、まあ、だから結局仲いい人とゴルフ行ったりしてるから遊びちゃんっていう風に委託はなるんですけど、しかも経費でタダだしね、お互いで平日で天気休みだしみたいな、まあ普通のサラリーマンの感覚だと理解がちょっと難しいと思うんですけど、まあぜひね、会計業務とか税務業務は結構ですね、まあ極端なことを言うと無料でお金もらいながら勉強できる、結構いい業界だと思うんで、ただですね今の時期から入ると大変なんで5月まで忙しいんですよ。だから理想としては6月7月に入って半年間ぐらい勉強して、でそっから年末調整、消却資産申告書確定申告で、3月決算とか、上半期の源泉所得とかしていくといいかなと思っております。